どうも、カイです。今回は東京都江東区木場に来ています。ここには須崎遊郭、須崎パラダイスと呼ばれた吉原に次ぐ規模の遊郭があったことで有名です。そんな須崎の現在を紹介します。このチャンネルは心霊スポットを歴史的に解説するチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。江戸時代、現在の木場近辺は海に面した湿地でした。特に須崎は1791年の高波で家が流され、多数の死者を出したことから、幕府が住むことを禁じた土地でした。しかし、潮干狩りや船遊びを楽しむ庶民で賑わい、初日の出を拝める人気スポットだったそうです。ただ明治時代になると、開発のため湿地が埋め立てられます。そして1888年には、根津の遊郭がここに移転します。東京帝国大学のキャンパスを作るにあたり、遊郭が近いのは風紀上よろしくないとの理由からでした。木場は名前の通り、江戸時代からの木材の集積地で、材木の品質確認や加工、運搬を担う職人が集まっていました。須崎は職人が通える庶民の遊郭として発展し、最盛期で1000名以上の遊女がいました。そして高級遊郭だった吉原と合わせて、大名吉原須崎飯店と呼ばれました。しかし、須崎遊郭は1923年の関東大震災で大きな被害を受け、1945年の東京大空襲で壊滅しました。そして戦後になると、須崎にバラック小屋が並ぶようになり、須崎パラダイスと呼ばれた赤線地帯になりました。赤線とは政府公認で売春が認められていた地域です。1947年、GHQ の指令により遊郭は廃止されました。ただ実際は、性犯罪の抑制などを目的に、赤線という名で疑似遊郭が存続しました。赤線の様子は、溝口賢治の映画、赤線地帯が参考になります。また、赤線生まれの落語家、桂歌丸師匠がよくつかみで話していたので、興味がある方は映像を探してみてください。ちなみに赤線の名前の由来ですが、警察が赤ペンで地図上にマークしていたことに由来します。公認で売春が行われていた地域は青ペンでマークされたので青線と呼ばれていました。そんな赤線ですが、1958年完全施行の売春防止法で姿を消しました。須崎の街を歩いてみましょう。遊郭赤線時代の須崎は島になっており、須崎橋が唯一の出入り口でした。そして、須崎パラダイスと書かれた門が立っていたのもこの橋です。しかし、橋がかかっていた須崎川は現在埋め立てられ、緑道公園になっています。橋の下がトンネルになっているのがその名残です。橋には右寄りなメッセージが書かれた看板があります。この看板は赤線と関係があるんでしょうか。須崎橋から南に伸びるのが遊郭のメインストリート、大門通りです。かつては通りの左右に店があったはずですが、今は普通の住宅地です。大門通りの東にある東洋1丁目第2公園には供養碑が建っています。これは1931年に長野県善光寺の住職を呼んで行われた追善供養に合わせ建てられました。もともとここに須崎病院があったことから遊郭で亡くなった多くの遊女を供養しています。遊郭における遊女の生活に関しては、以前吉原の動画で紹介しているので、よろしければご覧ください。供養塔の裏にある建物は都営住宅で、1971年に竣工しています。先に住宅街となった大門の西側と異なり、東側は最後まで赤線地帯でした。赤線の名残が全く残っていないことから、売春防止法施行後すぐの60年代からすでに住宅地になっていたのかもしれません。大門通りの南の果てには塩浜運河があります。今は橋がかかっていますが、かつてはここが海岸線でした。1921年に埋め立て地の塩浜が対岸に完成し、海が運河に変わりました。海辺だった頃にはどのような景色が見れたのでしょうか。最後は須崎神社を参拝します。神社に向かう道にも須崎が島であった名残が残っています。須崎神社は1700年に創建された神社で、遊郭ができる前からありました。江戸時代には海岸に面した土手の先端に神社があり、
風光明媚な立地から多くの人が参拝しに来たそうです。明治以降になると遊郭や赤線で働く女性たちが開店前に参拝しました。実際にどのようなことをお祈りしていたのでしょうか。今回は東京都木場にある須崎遊郭を紹介しました。現在では須崎橋近くに飲み屋があるくらいで、特に遊郭赤線時代の名残はありませんでした。大手町からたったの4駅という立地もあってか、積極的に開発され住宅地になってしまったことが要因だと思います。赤線の多くは廃止後、スナックやバーに転業しました。ただ実際に須崎パラダイスで働いていた人々は閉鎖後にどのような運命をたどったのでしょうか。東京にはまだまだ赤線跡があるので取材を続けていきたいと思います。今回はここまで。それではチャオ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。